1, 1おい牧野起きないか勘弁してくれ本当にもうダメだしようがないな起こしあぐねて平馬は振り返ったちょっと手を貸してくれ小婦さどうしても動きそうもないぞこれは 兄上様がお悪いのでこっさは優しく兄を睨んだいくらおとめしても聞かずに面白がってお飲ませなさるのですものこんなにお酔わせしてしまってきっとお苦しいわ俺もこんなに酔わせるつもりはなかったさイマは妹の非難をそらすように 酔い倒れている牧野辰之助を抱き起こしながら低い声で言ったなんだか今夜は妙に牧野が何か話し出しそうな気がしたものだから酔わせれば楽に言えるだろうと思ってついどう過ごしてしまったんだ何かご相談事でも終わりでしたの相談というわけではないが。 なんだかそんなふうに思えたので、つまり。平馬は妙に口ごもってしまった。小房はそれでハッとしながら、慌てて寝巻きを広げ、辰之助の肩へと着せかけた。明かりは持ってきてあるな。はい。では運んでいってやろう。着替えをさせた辰之助の体を平馬は担ぐようにして次の前へ運び込んだ。 はしたの金とともに主席の後片付けをしてから、酔いざめの水を持って小さが新所へ入ってゆくと、暗くしてある有明暗洞の光の下で、辰之助がふっとヤグの中から笑顔を見せた。すっかりご迷惑をかけてしまいました。いいえ、帰って私どもこそ、兄の悪い癖で、 とんだご迷惑をおかけいたしました。お苦しいございましょう。何本当はまだ酔ってはいないのです。辰之助は笑ってみせながら。あ、あしないと平和はいつまでも飲ませますからね。酔った真似をしただけですよ。しかし、拙者も平和のおかげでだんだんと強くなりました。 お水を召し上がるとお楽になりますわありがとう何酔ってはいないんですからそう言いながら辰之助の目は微笑したまま自然と閉じてしまった日頃から兄の面倒を見ている小房には顔色と息の匂いで辰之助の悪酔いをしていることはすぐに分かった何でもない風を装っているが おそらくどうしようもないほど苦しいに違いない小房はそっと立ち上がると耳だらいに紙を敷いたのを持ってきて枕元へ置いた辰之助は粗い寝息を立てて眠っている小房は脱ぎ捨てた辰之助の衣服を畳みながらしばらく寝息を伺っていたがどうやらそのまま眠るらしい様子なので 明かりの具合を直してから静かに部屋を出た。もうすでに大きないびきを立てながら眠っている兄の様子を見て自分の寝前引き取ってからも小房はなかなか寝つかれなかった。何か話したい様子だった。そういった兄の言葉が頭の中で生き物のように踊っている。幼い時から 兄と同じように慣れ親しんできた辰之助との数々の思い出がいつか渦の中に集まる木の葉のように小房の胸の中で一つの感情を中心にくるくると回り始めたのであるそれが今しがた兄の口から辰之助が何か話したい様子だったと聞かされたとき自分でも思いがけなかったほど鮮やかな生々しさで 意識ののの表面へ浮かび上上がっっってててきたただだ兄上様も待いはっきりそれが分かったことのうれしさとすでに辰之助が自分に申し込みをする時期が来ているのだという自覚とが今の小房にはまるで想像もしなかったことが厳然したような感動であった牧野辰之助は 藩のの老人の子である。父の与吉右衛門は870国の年寄り役で、官営武士型の一徹な性格だったが、家中の人望は厚く、若い頃から反省の重要な位置にあって活躍し、現在では福田の新城に上代として赴任している。辰之助はその一人息子で、母は十年前に死死、 父が福田へ赴任し去ってからは、この鶴岡城下の家にわずかな召使いと住んでいた。このごろ目に見えて兄弟を訪ねることが多いのも、父の留守で家が寂しいという理由もあったであろうが、小房がそれをある無言の漂白と受け取ったのもまた自然のことに違いない。2 小房は眠れぬままに同じことを幾度となく繰り返し考えていた。九つの鐘が聞こえてきた。もう眠らなければと思い直して川屋へ立った小房が手を洗おうとして小窓を開けふと目を上げたとき庭先にある柿の小木の上に人のうずくまっている姿を見つけてはっと息を引いた。 族だ。そう直角したのである。その柿の木は五十年の古木で、地上九尺のところから二股に分かれ、一枝は屋根の上まで伸びている。怪しい人影はその大枝の上にぴったり身を伏せ、しかも少しずつ屋根の方へ這い寄っていくようであった。引き窓から忍びいるつもりなのだ。 小房はそっと引き返した。そして手早く帯を締め直すと、投げしにかけてあった薙刀を取り下ろし、鞘を払って静かに庭へ出て行った。俗に忍び込まれることは武家にとって恥辱とされている。兄を呼び起こすまでもなく人おどしに追い払うつもりなのだ。足音を忍ばせて柿の木の下へ。 怪しい人影はまだ枝の上にうずくまっていた。小房は静かにその大枝の下へ近寄ると、なぎなたを中断に構えながら、くせ者と鋭く叫んだ。降りてまいれ。神妙にせぬと切り捨てるぞ。あ待った。さっとひとなぎ、脅しの空打ちをくれた。 事情の人は、あっと叫びながら、待った、拙者です。小房殿危ない。あ<っ>、と言って飛びのく小房の前へ、スルスルと降りてきたのは、まさに辰之助であった。まあ、どういたしましょう。私少しも存じませんね。どうぞお許しくださいませ。いや、拙者の方こそ。 驚かせて失礼しました。でも今自分どう遊ばしましたのこれなんです。辰之助は苦笑しながら片手に持っていた熟子を差し出した。懐にもあるらしい。さっきは酔わないと申し上げたが、実はどうもひどく悪酔いをしていた様子で、冷ますには熟子がいいと言われていたのを思い出したものですから。 そっと抜け出してきたというわけです。まあ、それなら一言そうおっしゃってくだされば。いや、自分で取りたかったのですよ。ずいぶん長いこと、この木にも登りませんでしたから。そんなに泳いになっているときに危ないではございませんか。もし落ちでもなすったらどう遊ばします。はははは。 勝野助は低く笑った。いつかもそう言って叱られましたね。あれは確かまだ減伏前のことだ。まだ身の浅い自分に上って取ったらあなたは大そう怒って。まああんなことをまだ覚えていらっしゃいまして。うちでは小言をくったことのない方ですからよく覚えていますよ。 青い実を取るようなものには熟してからもやらぬ確かそう言って怖い目をしたでしょうでも熟してから差し上げましたわ今度だけは堪忍してあげるきつい目でにらみながらそう言われたのを覚えていますよあれ以来柿を手にするたびにじっと見ているとあなたがどこかで堪忍してあげると言っているような気がしたものです <laughs> 小房は甘く笑い声を立てた「恥ずかしゅうございますわ私ずいぶんおてんばでございましたから今夜のなぎなたも当分忘れられないことでしょうもうお許しくださいませ私」小房の声を遮って「誰だ何者だ?」。 と空いている雨戸の隙間から平馬がわめきたてた。拙者だよ。辰之助だ。なんだ、牧野か。今自分何をしているんだ。何、柿を取っていたんだ。辰之助は小房の方へ振り返った。小房は肩をすくめてそっと笑った。平馬はまだ寝ぼけているのか。 訳が分からぬという様子で何かわめいていた。どうした気分は治ったかうん、どうも。はははは、顔色が悪いぞ。あくる日、城中へ登ってから、昼過ぎまで辰之助の顔を見なかった平馬は、退出する少し前にようやく休息所で出会った。 果たして彼は青白い重苦しげな顔をしていた。何しろ少し飲みすぎたよ。昨夜は馬鹿に調子よくやったからな。俺はまた何か話があるので元気づけに飲みでもするのかと思ったくらいだ。うん、少し話もあったのだが。やはりそうか。 ヘイマは微笑しながら、そんならどうだ、今夜またちょっとうちへ寄らないか。聞くべきことがあるなら、俺も早い方がいい。夜なら待っているが、夜とすぐに酒だからな。それでは酒抜きにしよう。昨夜はせっかく支度をした食事が無駄になったと言って、小房のやつしょげていた。今夜は飯だけにしよう。 それがあてにならぬから。バカなことを。俺だってそう毎晩やりはしないよ。では待っているぞ。達之助はしばらく考えていたが。ではよろ。しかし今日は少し御用が立て込んでいるから、退質が遅れるかもしれぬぞ。いいとも。その代わり飯を食わずに来るんだぞ。支度をして待っているからな。 そう言って別れた。これでいよいよ話が決まる。平馬はそう思って心が軽くなった。彼はいつ辰之助が妹に求婚するかと長い間待っていたのである。牧野家は870国の老人格だし、自分たち長谷川家は300国そこそこの馬回りで、 家柄にはかなりの差があったけれど、父親同士の信仰がそのまま彼らまで持ち越されて、幼少の頃からほとんど親族同様の行き来をしてきた。平馬は二歳の年長であったが、昔から辰之助に深く傾倒して、彼こそ未来の国老たるべき人物だと固く信じていた。そしてその信頼はいつかしら、 辰之助と妹を結びつけて考えるようになったのである。平馬は妹を愛していた。枯れ流儀の誇張した言い方をすれば、宝玉のように大切な妹である。小房を幸せにするためなら、自分はどんなことでもしてみせると口癖のように言っている。そういう妹だからこそ、 彼が辰之助と目合わせようと考えたのは当然だろう。その上彼はいつか辰之助の目の中にありありと妹に対する愛情が輝いているのを見たのだ。よし、牧野は必ず求婚する。平馬はそう決めていたのだ。小房、今夜も客だぞ。家へ帰るなり、 ヘイマは元気な声で言った。だが酒は抜きだ。飯だけにするから、うんと地層をこしらえてくれ。どなた様がおいでになりますの牧野だよ。ヘイマは袴を放り出しながら、あいつ、やはり話があったんだ。飲みすぎてきっかけがなくなったらしいぞ。案外気の弱いところがあるからな。 それでは急いでお支度をいたしましょう。客間を少し飾ったらいいだろう。牧野は花が好きだから何かいけるさ。こうも炊いておく方がいいな。それから酒は抜きだがまるでなしというわけにもいくまい。いけませぬ。小房は叱るように遮った。兄上様は 好きを持つともうおしまいですもの今夜は一滴もなりませんわ牧野様がご迷惑をなさるばかりですから「よしいくらでも牧野のひいきをしろどうせ」言いかけて平馬はブルーと首を振った「まあよいお前に任せる」「そのかわりごちそうはたくさんいたしますわ」 小ふさはいそいそと立っていった。夕べの今日である。辰之助がどんな話を持ってくるか、無論彼女にも察しはついていた。いよいよ自分の運命が決まるのだ。小ふさは恥ずかしいほど胸が震えるのを感じながら、辰之助の好きな白菊の一輪をかやの中にいけた。 柱掛けの人よぎりには、あけびのつるを刺した。そして、香の香りがしっとりと客間の空気に染み渡って、辰之助が訪れてきたときには、心を込めて薄化粧を終わっていた。四。腹が減ったろう。まあ、座ってくれ。なんだかまだ酒が残っているようだ。 そんなものは食べれば治る。平馬はずかずか自分の席に座った。飯を先にしような。うん。それもいいが、飯が先だ。俺はもう我慢がならぬ。おい、小房、どしどし持ってきてくれ。辰之助もようやく座についた。小房は化粧をした顔を見られるのが恥ずかしく、 表を伏せたまま全部を運び始めた。辰之助の目は小房の美しさを見て明らかに驚きの色を表したが、しかしすぐ眩しそうに視線をそらした。どうしたんだ。馬鹿に今夜は硬くなっているじゃないか。そんなことはないさ。さあやろう。小房の自慢の汁だ。 地層になります。辰之助が箸を取ろうとしたとき、歌の吉次郎が足早にやってきて、申し上げます。牧野様お宅より急ぎのお使者でございます。と知らせた。辰之助は箸を置いて、すぐ参る。ちょっと失礼するぞ。と立っていった。急ぎの使者と聞いて、平馬と小房は、 何か不安なものを感じながら待っていた辰之助は間もなく戻ってきたが元の座にはつかずに立ったままで「せっかくのごちそうだが拙者は頂戴している暇がなくなったこれで失礼させてもらう」「どうしたんだ何事が起こったんだ」「福田から早馬の急死だ父が危篤だという」え「えっ 何？吉右衛門殿がもう間に合わぬかもしれぬという死者の口上だ小房殿せっかくのお手料理をいただかずに参るのは残念ですがお許しくださいいいえそれより一時も早くそうだ飯などはいつでも食える急いで行くがいいしかし夜道だから 十分気をつけてくれありがとうではいずれまた辰之助は走行と去った玄関まで見送って元の部屋へ帰った兄弟は見事に配られた食前を前にして言いようのない寂しさに襲われた飛んだことができた平馬は安全と手を膝へ置いた 間に合えばよいが本当に福田まで馬でどのくらいかかりますの乗り継ぎにやっても明日の朝になるだろう小房は胸の中でそっと「どうぞ途中ご無事であるように」と祈ったそれから三日目に辰之助からの頼りがあった与吉右も門は死んだ ついに臨終には間に合わなかったが安らかな往生であったそうだということまた後始末と父の後任がつくまで当地にとどまるが月の終わりには帰れるはずだと書いてあったさぞお力落としでございましょうね小房は涙を抑えきれなかった牧野は親思いだからな 急病だったのだろうが、看病もせずに死なれては、さぞ心残りなことだろう。思いやられる。お悔やみの手紙を差し上げましたら、うん、書こう。お前も書け。兄弟は心を込めた哀悼の言葉を送った。その返事はなかった。与吉右衛門の公認は、 月を越すままで決まらなかったそして一応上代火薬の原六郎右衛門が当分の間代理を務めることに決定してようやく辰之助は鶴岡へ帰ってきた帰るとすぐ葬儀が行われた主君からも調子が立ったほどの正義で半月ほどはゆっくり話をする機会もなかったが 三七日の木も明け出資も元の通りになったのにどうしてか辰之助は長谷川家へ訪ねてくる様子がなかった小房は折々心配そうに「牧野様はどうなすったのでしょうまだお取り込みなのでしょうかお帰りになってからまだ一度もお見えになりませんのね」何。 そのうちやってくるだろう。平馬は、努めて何気なさそうに言った。上中では合っているが、元気でやっている。近いうちに、地層のし直しをして招くとしよう。それがよろしゅうございますわ。もう狩りが出始めましたから、お好きな串焼きをどっさりご馳走いたしましょう。そうだ、明日にでもそう言っておこう。 けれど実は平馬は常中でも耐えて辰之助に会う機会がなかったのであるしかもこの間に一切ならず不愉快な噂が耳についていた「牧野は妙な女を家に入れているそうだ」という思いもかけぬ風評が「5今日は少し話があってきた。 ようこそ、葬儀の折にはまたいろいろな面倒をかけてすまなかったさあこれ辰之助は明かりを置き換えながら平馬をか座へ生じた毎日訪ねようと思いながら父の後始末で何かとご用が多くつい礼にも参らずにいたがそんな他人行儀はよそう。 平馬は一本上司に言い出した「今日は腹を割って話しに来たのだから紀行もそのつもりで服装のない返事を聞かせてくれいいなそこで単刀直入だ紀行もご尊婦の逝去でいよいよ家督をすることになるだろうがそれについて妹の小房を嫁にもらってはくれないだろうか」それは、 平馬。達之助はあぜんと目を見張った。あぜんと。まさにそれはあぜんとしたと形容するより他に言いようのない表情だった。平馬は逆に驚いた。マキノ、野、貴公まさか。いや、待ってくれ。それは、それは全く思いがけない話だ。小房殿の妻に。 思いがけないって平マは声の震えるのを抑えきれなかった。思いがけないとはこっちで言うことだ。貴公は小房を。いや待て、マキ野。俺はそうだとばかり思っていたぞ。俺は貴公が。それは困る。そう思われていようとは少しも知らなかった。なるほど、貴公たちと拙者とは。 幼なじみでことにこの数年来は身内のように親しくしてきたしかし拙者としては元よりそんな気持ちはなかったのだではでは牧野平馬は思わず膝をすめたいつぞや折り入って話があると言ったのは何だあの時の話というのは何だいやあれは別だ 別でもいい。改めて聞こうではないか。それとも今となっては話せないことか。話そう。辰之助はしばらく黙っていたが、やがて静かに表を上げていった。実は、前から困ったことができて、気候の助けを借りようと思っていたのだ。小房殿のことと言われたので、何とも話しにくくなったが。 それとは別に聞いてもらう。心得た。気候は呆れるだろう。恥を忍んで言うが、拙者には女がある。牧野馬鹿げの過ちだった。魔が差したのかもしれない。ふとした弾みに足を踏み外したのが取り返しのつかぬことになった。子供ができたのか。 今年で三歳になる。しかも男子だ。辰之助は青ざめた額を垂れたまま、この出来ぬうちなら何とか始末の使用もあったろうが、もう取り返しはつかない。父はあの通りの性質だし、もしこれが世表にでも登ったらどうなるかと、この三年というもの、薄氷を踏む心持ちで暮らしてきた。話というのはこのことだ。 気候に打ち明けた上、何とか父に了解を求めてもらおうと思って、幾度も口まで出かかったまま言いそびれていたのだ。相手の女は何者だ。以前うちで召使っていた娘だ。召使いなどに、牧野、気候が。平馬は震えてくる拳を撫でながら、見損なったぞ、牧野。 と声を励まして言った俺は気公を未来の国老だと思っていた。庄内藩に第一の人物だと思っていた。俺ばかりじゃない、小房だって、そう信じていた。今だから言うが、俺たちは、俺も小房も、いつか気功が求婚してくれるものと思って待っていたんだ。いいな、何も言うな。 そう思ったのは、俺たち兄弟の目が狂っていたんだろう。バカな夢を見ていたのだ。しかし、しかしなあ、マキノ。人間は口に出してそれと言わなくても、心で、目の色で、人を殺すことがあるんだぞ。許してくれ、拙者は。知らなかった。そうだ。そう言ってしまえば、貴公はそれで済む。 しかしそれで住まぬ者がいることを忘れないでくれ。長谷川。邪魔をした。平馬は声を震わせながら立った。なんという意外な結果であろう。妙な女を引き入れているという世評は事実だった。しかもその女との癒しい成事の間に、彼は天然として、 兄弟の好意を盗んでいたのだ。あの目が、あの目が。妹を見るときの辰之助の目が、あの目の中に輝いていたものが、愛情ではなかったというのか。見損なった。平馬は思わず心銀した。六。うちに帰ってからも、 妹の前を逃げるようにして今へ引きこもった。今夜、牧野を訪ねるということは言ってあった。小房が様子を知りたがっていることは痛いほどよくわかる。だが言えるか、言えるかこれが。平馬は笑いたくさえ思った。辰之助を一筋に信じてきた自分の愚直さを。 道家のような鈍さをありたけの声で笑い飛ばしたかった。小さは何も聞かなかった。話さぬことは聞かぬといういつもの態度ではない。鋭敏な乙女の感覚は兄の表情から事の始末を察したのである。無論理由はわからない。しかし待っていたことが仇になったというだけは確かだ。 イマはすっかり無口になった。酒も飲まなくなった。小房の方が帰って見かねたように。今夜はお酒を召し上がりません美味しそうなつぐみが買ってあるのですけど、なんだか沈んでいらして寂しいわ。なるべく明るい調子で言っても、酒はよそう。と答えはいつも同じだった。 こんな状態を続けていてはいけない。事情をよく話して、妹にはっきり諦めをつけさせなければと、平馬は何度も思うのだが、ふとすると庭に佇んで、まだ身の落ち残っている柿の木の小をしょんぼり見上げていたりする小房の姿を見ると、とてもそんな残酷な話を切り出す勇気は持てなかった。 下月に入ったある日平馬は城中の遠侍で近所版の者が死五人して辰之助の噂をしているのを聞いたそいつは思い切った左遷だな大鳥だけの金山役所とは牧野も気がつくまいあれだけ藩の人望を背負っていたのがつまらぬことになったものさ 結局、慎むべきは女だよ。正式に願いも出さなかった女に子を産ませ、今になって妻子の届け出をするなんて、下手なことをしたものだ。聞けば召使いだということではないか、くだらぬ。うまく始末をすれば何でもなかったのに。妻子案外にバカ正直だぞ。平馬はさすがに驚いた。 辰之助が大鳥岳へ左遷される大鳥岳とは右前と越後との国境にある銀山で庄内藩が幕府から預かっているものだがその役所詰めになるものは老朽化無能者と相場が決まっていた何しろ岡崎国郎が真っ先にそう主張したというのだからもう牧野の一生も これでけりがついたも同様だ。おかげで代わりにのし上がるものができるだろう。うん、不運はわからぬものだ。そこまで聞くと、もうあとは耳を覆いたい気持ちで平馬は立った。国家老の岡崎大学は、牧野家の登園にあたり、誰よりも熱く辰之助の引き立て役になっていたのである。 その大学が先に立って左遷を主張したとすれば、辰之助の将来は全く葬られたも同じことだった。しかし、自ら招いたことだ。平馬はそれ以上何も考えないとした。小房にとってもその方がいい。そう思った。それから四五日経って、辰之助が、 大鳥岳へ出発したということを聞いた日の夕景である平馬が下城してくると小房が待ちかねていたように「お客来でございます」とささやくように言った「客だと誰だ女の方ですわ」「兄上様にお会いしてから申し上げると言ってお名前も用事もおっしゃいませんの」 誰だろうなあ。平馬は不審に思いながら出資姿のまま客前入っていった。明かりに背いて一人の女が正然と座っている。年は二十二三であろうか。武家風には装っているがどこかそぐわぬところのある体つきだし。 ちらと平馬の方を見上げた目は怯えたもののように震えていた。拙者が長谷川平馬です。お待たせしました。お留守に上がりまして。何か御用ですかはい。ぜひ申し上げなければならぬことがございまして。女は健康そうな丸い膝の上に、 肉付きのいい指をきちんと重ねながら言った。伺いましょう。どんなことです。牧野様の若旦那様のことにつきまして。牧野がどうかしたのですか。私、少しも存じませんでした。そう言って急に女は目を押さえた。おえつが突き上げてきたのだ。 私、琴と申します。若旦那様は私を妻だとおっしゃっているそうでございます。私の産んだ子をご自分のお子だと、お上へお届けになったそうでございます。嘘なのです。みんな嘘でございます。7. 平馬は色を変えた。嘘とはどういうわけです。 何が嘘なんですか私は亡くなった大旦那様のそばめでございました。産んだ子は大旦那様のお種でございます。何何それは何よりの証拠はこれをご覧くださいまし。女はそう言って海中から一通の書面を取り出した。平馬が奪い取るようにしてみると。 上書きは辰之助に当ててあり、裏には父と一字だけ記してあった。封が切ってあるままに取り出して読むと、干渉。医師の見立てにて、もはや長くは存命おぼつかなしとのことゆえ、取り急ぎ一筆申し残し候そのもとの母死してより、すでに十年余日。 その間、再三にわたって、五婦を進むる者、これありそうらど。父は亡き妻のこと忘れがたく、そのもとの成人をのみ希望に、固く節操を守り続け騒老。去りながら、人の身ほど過ちやすきはなく、五年以前、福田城代として赴任し来たりしより行く枠もなく、ふとした心の緩みより、 召使いのことに手をつけ申し候。この不始末若年のそのもとに申し聞け騒楼は勘願とも残機とも申すべきようこれなくただただ愚かしき父をご貧札のほど願い入り候。さて臨終に申し残すはことの身の上に候。近年健康優れざりし父は 心を込めたることの世話にて、いかばかりか老年の心慰み将来しぞ。親子の柿を取り除きて、哀れなる友として父の心情をおくみ取りくださるべくは、何とぞ我がなき後、琴の身の上立ち行くよう、お計らいこれありたく。世に知られて加盟の知辱と愛なることなきよう、そのもとの御一存に任せそうらうまま、 くれぐれもよろしくお願い申し上げ候。くどくはら来ども、幼児松次郎はそのもとにとっても血筋なり。母ことも不憫の者のにそうらえば、返す返す身の上のこと頼み入り候。平馬は傍然と息をのんだ。私は若旦那様の仰せのままに。 ただ松次郎様をお育て申し上げるためお屋敷へお供をしたのでございます。ことはむせび上げながら言ったただそれだけでございます。そして今日までは何も知らずいずれ若旦那様はこちらのお嬢様とご祝言遊ばすものと存じておりました。お嬢様ととのことは、 亡くなった大旦那様から常々伺っておりましたからそれが今日になって若旦那様が私どもご自分の妻とこのようにお届け遊ばしそのために遠い金山とやらへいらっしゃると聞きまして取るものもとりあえずこちらへ上がったのでございますよく来てくれました平馬は衣装を巻き収めながら こんな事情があろうとは知らぬものだから拙者も牧野に無礼なことを言ったのです。見損なったなどと拙者こそまるで盲目同様でした。それで若旦那様のお身の上はこれからご家老を訪ねてみます。事情が分かれば何とか方法は立つでしょう。ごさはい。 馬の支度をさせてくれ。平馬は立って、あなたは人目につかぬよう屋敷へ帰っていてください。牧野のことは拙者が引き受けました。どうか他言をなさらないで。承知いたしました。平馬は衣装を懐中にすると、走るように玄関へ出て行った。馬の支度はできていた。鞭を取って飛び乗ると、 夫さんよかったなと低く言った俺は岡島国郎を訪ねる次第によっては牧野の後を追うことになるだろううちのことを頼むぞはいあ兄上様平馬はもう馬を飼っていた8遺書を読み終わった岡島大学は そのまま黙ってしばらく宙を睨んでいた。銀色の貧発がかすかに震えている。引き結んだ唇にも、シワをたたんだあから顔にも、火よけの上に差し伸ばした拳の動きにも、老人の心を大きく打った感動の色が歴然と刻まれていた。お分かりくださいましたろうか。 平馬はまだ息を弾ませながら「牧野に過失はなかったのです」「過失どころか父親のために自分の名を葬ろうとしているのです」「与吉右衛門殿がその女に不憫をかけられた気持ちも世間には例の多いことで声を大にして責めるほどの過ちではございますまい」しかし与吉右衛門殿はあのようなご性格で それをことごとく恥じておられた。無論恥じておられたのは名門を思ってのことで、古土女に対しては実に汚れのない一筋の愛情を持っておられました。それは遺書によく現れていると思います。それでどうせいというのか。牧野の左遷をお取り消しください。大学は ギロリと目を光らせた事情がお分かりくだされば牧野を左遷する理由はありませんあれだけの男を金山役所へ追いやるのはお家のためにも損失です辰之助が帰ると思うか静かな声だったが平馬は胸を打たれたように息を引いた大学は火よけの上で手をもみながら 低い声で言った辰之助を呼び戻すには死災を明らかにしなければならぬぞそれでもよいか何かしかし何か方法がないあるなら申してみ平馬はぎゅっと唇を噛んだ大学は軽く咳をしてから 牧野の身分で、そばめの一人くらい、子を産ませたとて、それほど恥ずべきことでないのは事実だ。けれど彼はそれを恥じたのだ。き吉右もんはそういう男だった。しかし、辰之助の将来を叩き潰してまで隠しをわせようとは思っていなかったはずです。おそらくそうであろう。だが辰之助は、 自らそれを望んだのだ。今呼び戻されて帰るほどなら、その前に方法を考えぬ彼ではない。そうするのが最善と見たからしたのだ。では、このまま黙って見ていろとおっしゃるのですか。ヘイマは袴をつかんでいった。あれほどの男を、あらぬおめえにさらしたまま捨てておくのですか。 事情がすっかりわかっても、ご家老はそうしろとおっしゃるのですかおめえだと思うか、平馬。事情はお前が知っている。わしも知っている。おそらくお前の妹も知っているであろうが。はっ。時が来れば、珠玉は自ら光を放つぞ。大学は、 かかかすに微笑みを浮かべて言ったただ一つお前のなすべきことがある。はっ。お前の妹を辰之助にやれ。与吉右衛門も望んでいた。お前が言って死祭を話せばもう嫌とは言うまい。ただし表向きには数年待つのだ。ご家老、追いつけましょうか。 向こうは勝ちだ。おそらく厚みの宿に泊まっているだろう。これから馬で飛ばせば朝までには追いつける。平馬は漢字として手をついた。お口添えだと申してもよろしゅうございましょうか。役に立てるがよい。片付けのうございます。ごめん。蘇ったように立った。 これでいい国労に司祭を通じておけばいずれは運の打開する時が来るであろう。こうなれば一時も早く追いついて小房との婚約を承知させることだ。嫌とでも言ってみろその時こそ。と誘約して馬を引きながら門を出ると思いがけぬよさむの風の中に小房の待ちかねている姿を見つけた。 小サではないか。どうしたのだ兄上様。小サは走り寄ってきて、牧野様を追っていらっしゃいますの行くとも。これから夜道を飛ばして、お前の段を決めてくるんだ。ではこれを。小サはそう言いながら、抱えていた枝付きの熟子を差し出した。 これを牧野様に差し上げて。き、こんなものをどうするんださしあげてくださればわかりますのそれを見れば辰之助様の心に通ずる2人だけの言葉があるはずだ百選の文字よりも深く自分の心を知ってもらえるはずなのだよし預かった。 必ず渡すぞお気をつけてきっを待っていろさらばだ兵マは鞭を上げた小房は夜風の中に遠ざかりゆくひずめの音を聞きながらいつまでも立ち尽くしていた <music>